皆さんこんにちは。ファンケル管理栄養士の鈴木です。そしてこちらが創作料理ファンケル令和本膳にて料理長を務めている板山シェフです。どうも板山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ファンケルのバランス一品で未病対策学べる健康食堂、8月の未病食材はゴーヤです。そのゴーヤを使ったメニュー、ゴーヤとカニかまぼこの酢の物です。板山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは材料です。ゴーヤ2分の1本、カニ風味かまぼこ2本、乾燥わかめ戻したものを 30g、 1つかみ程度の分量です。砂糖大さじ1、絹ごし豆腐1/4丁、きゅうり1/2本、ごま油小さじ1/2、黒酢小さじ2、他の酢でも代用可能です。ここで本日の未病ポイントです。ゴーヤの苦味成分であるモモルデシンは食欲を増進すると言われているので、暑い夏でも夏バテ防止におすすめの食材です。またゴーヤにはカリウムも多く含まれているので、むくみ予防、血圧が気になる方にもおすすめです。はい、では始めますね。ゴーヤですね、ヘタの方を切って半分にします。でここで、種と綿を取ります。はい、これ折れやすいのでまな板に押し付けてスプーンで、取ってください。この白い部分ここまで綺麗に取ってください。でこちらの薄く切っていきますね。今日は2ミリ程度半月切りですね。はい、ゴーヤを選ぶ際のポイントなんですが、緑色が濃くてイボが密になっているのと、ツヤがあるものが良いとされています。はい、でこちらのお湯に、砂糖を入れます。今回はお湯が 500cc ぐらいですかね。そうですね、はい。どれぐらい湯がいたらいいですか？だいたい10秒15秒本当にさっとな感じで結構です。はい、はい、茹で終わったらザルにあげて、で冷水で温度を落とします。苦味が落ちるのと色止め、あの緑色をキープできますので、しっかり冷ましてください。はい、でこちらしっかり水を切ります。ではここで未病ポイントです。ゴーヤはビタミン C が多く含まれています。今回のように長時間加熱せずさっと火を通すようにしましょう。またゴーヤの苦味は水溶性です。塩を使ったり今回のように砂糖で茹でるのも苦味を感じにくくします。じゃあ次きゅうりいきますね。はい、きゅうりはまずヘタを落とします。こちらを半分に切りますね。で種わたを取ります。スプーンをちょっと斜めにしてこういう風に取っていきますね。きゅうりも種を取った方がいいんですね。はい、水っぽくならないです。でこちらを、元にこう合わす形にして、おろし金でゆっくりと力を入れずに擦るようにおろしていきます。綺麗な緑色が出ますので、ここで、ドレッシングを作りますね。まずおろしたきゅうりを全部入れてください。はい、そこへごま油ですね。で黒糖の黒酢になります。こちらをあえてドレッシングにしていくんですね。そうですね、もうあの黒酢に味がしっかり入ってますんで、この味のまま合わせます。はい、これで出来上がりです。うん、これで完成ですね。はい、完成です。で続いてですね、こちらわかめですね。わかめ入れます。こちらに先ほどの水を切ってゴーヤを入れていきます。でこちらよく混ぜ合わせて、こんな感じですね。うん、はい、でカニカマはですね、好みの大きさで8つぐらいに今日は割いちゃいましょう。赤が入ると緑が映えますね。綺麗ですね。で軽く合いますね。ここで、豆腐をですね4つに切りましょう。そしてお皿の中央に置いていきますね。そしてこの上にあのかけるようにですね、色合いよく盛ってください。あ、涼しげていいですね。はい、ちょっと赤を上に乗っけたりして、で先ほど作ったあのきゅうりのおろし酢、おろした身がですね下に落ちないようになるので味がすごく馴染みやすくなってます。あえなくてもさっと上からかけるだけでいいんですね。はい、出来上がりました。完成しました。美味しそうですね。はい、いただきましょう。はい、いただきます。はい、苦くない、うん、あの後にゴーヤの苦味は残るんですけれども、うん、砂糖で茹でたせいか食べた感じはすごく爽やかな苦味です。うん、このカニかまぼこと合いますね。今回は豆腐も入っているので食欲がない時でもバランスが取れていていいですよね。はい、夏っぽいという、うん、夏の味ですね。こ
今月のプラス一品、美味しかったですね。はい、美味しかったです。では糸山さんも一緒にお願いします。はい、今日も皆様が元気な一日を過ごせますように。せーの、今日も元気にいってみよう。次回の未病食材は椎茸です。メニューは椎茸とトマトのピンチョスです。お楽しみに。